今から5年前ゴムボートで荒川の激流を下った少年たちが今度は最も過酷な競技と言われるトライアスロンに挑戦した。少年たちは心身障害児、いわゆる知恵遅れである。養護学校光の村学園の厳しい教育、今日本の精神薄弱の子どもたちは歴史的に危機に立っているんですね。だから私たちはそういう間違いをここで食い止めなければいけない。で、強いっていう事実を皆さんにお見せする必要がある。こんなすごいものを、ね、抜いた、抜きました。その驚くべき教育成果がここにある。今夜の特集は何回かお伝えしてきた四国にある障害児を預かる光の村養護学校の子どもたちの記録です。ニュースステーションではすでに130キロの川下り挑戦、マラソン大会出場の様子を放送しました。で、今日のチャレンジはスポーツの中でも最も過酷なスポーツとして知られているトライアスロンです。このトライアスロンに挑戦した子たちは簡単な足し算引き算ができない、知能指数測定不能、日常会話が正しくできない、重度の自閉症などの障害を持っています。舞台は毎年トライアスロンの世界大会が開かれている沖縄宮古島の世界大会用の正式コースです。毎年春開催されるトライアスロン世界大会と同じ場所とコースで競技は行われた。本大会と異なるのは子どもたちの体力を考え3日間で行う点だけだ。3日間、3日間頑張りに来ます。初日の競技は子どもたちが苦手とする水泳。本大会と同じ3キロを泳げる者はいるが、今回は2キロとした。11月とはいえ気温27度、水温も高い。生まれて初めて見たエメラルドグリーンの海に飛び込んだ少年たちは必死に泳いだ。1キロしか泳げなかった者も2キロ泳ぎ切った。2日目は自転車競技だ。授業の一つとして1日200キロは軽くこなすという自転車は得意の競技だ。美しい海沿いの道を快調に飛ばす。選手代表で先生もやった宮崎くんは水泳に続いてこの日も元気いっぱい。岡本くんも元気だ。だがスタートして30分過ぎた頃から突然の雨、南方特有のシャワーのような雨が視界を遮り、道路上に水が流れ出した。そして恐れていた事故が起きた。下り坂でブレーキが効かず追突した壁くんが道路に投げ出されたのだ。傷は大したことはなかったが、パニック状態になった彼をなだめるのは一苦労。ところが小学校時代から彼の教育を受け持っていた先生がやってきた途端態度が豹変、無事騒ぎは終わった。行く先々で心配そうに見守る校長先生。雲間から太陽も顔を出し、海からの爽やかな風を受けて1周目の折り返し地点にやってきた。1周約70キロのコースを2周するこの自転車競技もスタートしてから5時間を経過、最後のきつい上り坂に差し掛かった。島の人々の温かい声援を受けて141キロ、6時間のレースは終わった。最後に最後です。ありがとう。終わりました。よく頑張ったね。はい。42.195 キロを走り抜くマラソンは普通の人にとっても大変な競技だ。遅れがちなひろこさんは一足先にスタート。スタート直前の男子の中で昨日の自転車で脱落しかけた吉田くんが喝を入れられていた。
歩いたりしないでください。はい。そしてスタート。トップグループの中に吉田くんの緊張した顔も見える。岡本くんもいる。だが疲れが出たのか足取りの重い子供たちがいた山崎くんと田口くんだ。特に田口くんはスタート直後から脇腹を押さえて苦しそうだった。お腹痛いの？トップグループは会場に飛ばして、そしてゴールに近づいていたトップグループの中の一人に思いがけないアクシデントが襲った。水泳、自転車ともにトップの成績を収め、マラソンでも優勝候補だった宮崎くんが突然しゃがみ込んだ。だが不屈の闘志でゴールを目指した。そしてみんなゴールへ帰ってきた。記録や順位はどうでもよい。みんなが勝利者だ。頑張ってよ。ひろこさんも言った。そして腹痛に苦しみ抜いた田口くんも無事完走した。よし、はい、やめろ。眺め見なさい、こんなすごいものをね。抜いた、脱ぎました。少年たちは鉄人になったのだ。子供たちは強い。VTR の最後に子供たちは強いとおっしゃっていた光の村養護学校の西谷校長に今日はお越しいただいています。世界のトライアスロンの大会をやる場所でやったわけですけども、このトライアスロンの事務局が本当のメダルを出してくださったんですってね。はい、子供たちの努力を評価してくださって、はい、随分立派なメダルなんですね、はい、これは子供たちが思いや喜んだでしょう。もうとにかく宝物ですね。なんたってこれ本物ですもんね。感想記念で書いてありますね、はい。で、まあ、西谷先生は、まあ、校長先生でいらっしゃって、ご専門の方でいらっしゃるんですが、何も知らない人がこのトライアスロンをしかも養護学校の生徒たちがやってるっていうのを見ると、ちょっとあまりにも過酷じゃないかというふうに、どうしてもあんなかわいそうなことまでさせないでもう本人走れないのにっていうふうに思っちゃうと思うんですけど、これどう考えたらよろしいんでしょう。力はあるんですよ。でおそらくね、この番組を見ている方ほとんどの人がですね、はい、かわいそう、そこまでとおっしゃるかもしれません、はい、けれどもこの子たちの持っている障害は、この大脳のわずかな部分にあるだけなんですね。つまり人間の賢さなんてものは、この頭にだけあるんじゃないんですよ。手には手の賢さがある、指には指の賢さがあり、足には足の賢さがあって、人間の賢さっていうのは五体全体にね分かれてあるんです。でその全体の賢さをしっかり訓練してね、で全体に分散している強さをしっかり訓練して、脳みそにある障害なんか包み込んで、人間全体として強く賢く生き抜く、そういう状態に育て上げることは可能なんです。で特に体に眠っている可能性っていうのは、この子たちは弱いかわいそうと思われて大事にされすぎて、体の力が錆びついて働かなくなる、こういう状態がほとんどでありますから、で私たちは体育その他で少しずつその錆落としをやっていくわけですね。だからこの子たちはもっと力を出しますよ。で
暮らし方が良くなって、一つの目標に五体全体の力を集中して使い切るようになると、もっと力が出てきます。なるほど、そういう考え方でいいわけですね。その中から選抜された2人が4月21日に行われた全日本トライアスロン宮古島大会に出場した。光の村養護学校に席を置く消え遅れの子供と2人の先生がチャレンジした14時間に及ぶ過酷なレース、それはその熱い戦いの記録である。で、今度はこの光の村の、まあ、代表と言っていいんでしょう、2人の生徒が21日の日曜日に、これはトライアスロンで有名な沖縄の宮古島で開かれた、これは本物の正式のトライアスロン全国大会に選手として参加しました。見てください。4月21日、宮古島は朝から熱い興奮に包まれていた。年に一度の祭りともいえるトライアスロンの日なのだ。早朝5時から選手たちの最終登録が始まった。先生と一緒にやってきた光の村の2人の姿も見える。今年20歳になる梅内秀樹君と江崎信夫君だ。8時5分競技開始。3キロの水泳が最初の種目だ。参加827人が一斉に泳ぎ出した。潮の流れの中を必死に泳ぐ選手たちの中に、溺れそうな独特のスタイルで水をかく梅内君を発見。入校当時は満足に泳げなかった。自転車に乗ることもできなかった。8年前のこのおどおどした姿の子供が今たくましく成長して健常者たちのレースに参加している。38分12秒という驚異的な記録でトップの選手が上陸してから40分以上経って彼らの姿が見えた。江崎君の記録1時間12分、そして梅内君の記録1時間17分13秒。2人とも予定した時間をはるかに上回った。次は自転車競技だ。学園長に見送られて島を2周する155キロのロードレースに挑む。学校の授業にも取り入れている自転車が得意の種目である。2人は快調なペースで飛ばした。海からの風が心地よい。そして島の人たちの声援も励みになった。その頃すでにマラソンも走り終えたトップランナーが競技場に帰ってきていた。観客の声援を受けて栄光のゴールを切ったのはアメリカ人ポール・ハドル選手。その10分後梅内君がマラソンのスタートを切った。疲れは見えない。並走する先生の方が苦しそうだ。道は遠く長い。そして遅れること約1時間半。自転車でタイムオーバーしたため選手としては失格したが、自らの意思で完走を目指す江崎君。勝負や記録は問題ではない。途中でやめてしまってはこの日のために積み重ねてきた日々の努力が無駄になってしまう。先生と生徒は黙々と走り続けた。競技場にはこの日のために赴任先のスイスから急遽帰国した父親が待っていた。そしてそのお父さんの前に帰ってきた梅内君。
ます。非常に嬉しいです。完走したことが非常に嬉しいです。皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。だが、江崎君の戦いは続いていた。10時5分、制限時間14時間が過ぎて競技場の鉄扉が閉められた。そして江崎くんが帰ってきた。100メートル手前のこの扉が彼のゴールだった。頑張れ、ドイツ皆さん頑張れ。だが障害者である彼が失格しながらも競技をやめず完走したことを知った人々は彼に本当のゴールを知らせたいと願った。彼の心には翼が生えていたに違いない。北緯25度に位置する南の小さな島に今年も熱い感動が走った。土佐市の養護学校光の村学園の生徒が卒業旅行として今月2日から3日間かけて沖縄の宮古島でトライアスロンに挑戦しました。この話題、沖縄放送局川光記者がお伝えします。